市川海老蔵さん、勸玄君と異例親子襲名披露 CM 市川海老蔵。13代目市川團十郎襲名を控える歌舞伎俳優の市川海老蔵さんと8代目市川新之助を襲名する堀越勸玄君が東京歌舞伎座で11月から行われる市川海老蔵改め13代目市川團十郎襲名披露と8代目市川新之助初舞台の特別 CM に出演することが分かった。コロナ禍の影響で当初から襲名披露公演が延期となっていたことから開催を幅広く周知するために制作が決定。テーマは歴史の継承と未来で紋付き姿の海老蔵さんと勸玄君のまっすぐな瞳が襲名披露に向けた親子の覚悟を感じさせる内容となっている。撮影は9月中旬に東京歌舞伎座で行われた。同所での CM 撮影は1981年に行われたことはあるが、13年4月に開場した第5期歌舞伎座では初めてとなった。海老蔵さんは改めて身の引き締まる思いです。多くのお客様にお楽しみいただけるよう一生懸命努める所存ですと意気込んだ。勸玄君の CM 出演は父と共演した昨年の大河魔方瓶以来。会見でも物おじしない勸玄君だが、歌舞伎座の舞台で撮影でしたが舞台を務める時とは違い緊張しましたと撮影時の心境を吐露し、頑張りましたのでたくさんの皆様に歌舞伎座に来ていただきたいですとアピールした。襲名披露への期待が高まる CM の完成。10月15日から12月中旬まで松竹の公式 YouTube、 日本テレビ、テレビ朝日で放送される。市川海老蔵さん、勸玄君と異例親子襲名披露 CM 市川海老蔵でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。